赤磐市の観光農園ともみ園を訪れたのはタイにある4つの旅行会社の関係者4人です。一行が視察するこちらの観光農園では露地物のシャインマスカットがたわわに実り、キビジに秋の訪れを告げています。一行は今が旬の特産のブドウ、シャインマスカットの栽培方法やその出来を確認。その後、同じく今が旬のブドウ、ピオーネと一緒に試食しました。シャインマスカットがすごく美味しかったです。今回初めて、もしよかったら帰ってから後で説明のところお客さんお説明しますよ。去年岡山で宿泊したタイの人は5330人と、コロナ禍前の2019年並みに回復しました。タイは経済成長が著しく、日本への観光ニーズも高いことから、岡山県は誘客を強化していて、今年7月には現地で観光プロモーションも行っています。タイからの直行便中四国にございませんので、やはり近くの大きい関空であったり、あとは羽田から岡山に入っていたり、広域周遊をする中で岡山県が選んでもらえるように岡山県もしっかり頑張りたいと思っております。一行は今月12日まで滞在し、真庭市の蒜山高原や倉敷市の特産のデニムの魅力などを体験するということです。